こんにちはチームハロンズですこの動画は米国以外の経済指標に対するエコノミストの見方を紹介する番組です今回は6月13日日本時間10時30分に発表されるオーストラリアの5月新雇用者数です新雇用者数は統計局が公表する労働力統計のデータで失業率や労働参加率などと合わせて公表されます調査期間中に雇用された人の増減を示しておりオーストラリア経済を見通す上で重視されるデータの一つですただし 短月のぶりや予想との乖離が大きい指標だけに注意も必要ですこちらは新雇用者数、求人広告件数、失業率、賃金動向の推移を並べた図です求人広告数の減少が底位置感を見せ始めているのは好感できますが失業率が上昇傾向を示しているほか、賃金の伸びも頭打ちを示すなど全体的には労働市場が緩やかに冷やされている様子がうかがえます 労働市場の過熱感が後退すればオーストラリアの利下げ期待の進展で5ドルの上値が圧迫される一方、底堅い雇用情勢が示されれば、高金利の継続期待から5ドルが底堅く推移する可能性があります。次にこちらはオーストラリアの5月新雇用者数に対するエコノミスト予想です。エコノミストの中央値、いわゆるコンセンサスは3万人増と4月の3万8500人増から小幅減少が見込まれています。 注意したいのは、予想の最高値が10万7千人増とかなり強きなデータを含めた上での3万人増であり、コンセンサスは高めに誘導されている可能性がある点です。実際に、最頻値は1万8700人付近とコンセンサスを下回っていますので、コンセンサスからの下振れを警戒したいところです。ここでチームハロンズ視聴者キャンペーンのご紹介です。YouTube 概要欄から、口座解説してキャンペーンにエントリーすると。 通常の口座開設特典2 0 0 0円に加え、新規取引1回1万通会場でチームハロンズ視聴者キャンペーン特典、5000円と合わせて7000円プレゼント中です。さらに取引量に応じて最大100万円、合わせて100万7000円のキャッシュバックとなります。詳細は QR コードまたは YouTube 概要欄のリンクより先のページでご確認ください。次にこれは、視聴発表後の5ドル円の変化率を6時間先まで示したチャートです。サプライズは予想と結果の乖離具合を示しています。 予想からの帰りと市場の反応はまちまちで、相対的20戦から20戦程度の反応にとどまりますが、乖離が大きければ30銭から40銭ほど動くケースもあるため、注意は必要でしょう。最後になりますが、番組が気に入れば、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。また、ご意見、ご要望がありましたら、コメント欄にご記入ください。本日はご視聴、ありがとうございました。